今日午前8時ごろ、蒲郡市竹野谷町のパチンコ店中日ホール竹野谷店で景品交換所に男が押し入り、開店の準備をしていた85歳のアルバイトの女性に対し、何もせんけん金を出してなどと脅し、現金およそ250万円を奪って逃げました。女性に怪我はありませんでした。警察によりますと、男は年齢30代くらい、身長170センチほどで、上下黒っぽい服を着ていて、刃物などの凶器は持っていなかったということです。警察は防犯カメラの映像の解析を進めるとともに、強盗容疑で男の行方を追っています。